139。これもね、見直し版です。仲間外れを探せということで、サンとサンハイとサンハイがあったら、まあ、そうとしてやって真ん中を通ると、これになるんですが、なんとも言えないと。いうんで、まあ、上級の定義が来るので、言う分で、人吉くなるやつがあったら、それ以外の答えやというのであれば、まあ、この3が答えだという、そういう作戦です。で、もう1個はこのようなパターンだと、まあ、11と10近いので、真ん中を取るという作戦だと11になってしまうので、いや、これはやっぱり20が仲間外れではないかな、というふうにして、条件をどうするかによって、答えが違ってしまう問題で、だんだん関数を作っていって、並べ替えておいて、平均値を取って、その平均値からその一番大きいのはどれかなとか、いろんな風な関数を作って、自分なりに自分の目的にある、ものを作るしかないというのが答えであります。これはループが教えてくれた超短い、A の3シグマの A をまとめたやつの0の0の1の、1のものという、非常に、たったこんだけの関数で、さっきの3つの場合には、離れは20であるということが、わかるという、究極の答えがループの答えであります。はい、以上です。